おはようございます。時刻は朝の7時7分でございます。ラジオ体操を終えて、今ね、歩いて戻ってきて、またね、家でちょっとやりたいことがあるんで、いろいろやりたいなって思ってるんです。今日はね、ちょっと一日有意義に使いたいなと。もう昨日ずっと寝てましたから、一日中寝てるっていうのもいいっちゃいいんですけど、やっぱね、体を動かして、頭も使って疲れさせて、早く寝るっていうのがベストかなと思ってるんで。で、今回はですね、フリーアナウンサーの方の X での発言が不適切ということで、まあ、フリーアナウンサーだから契約解除ってなって、まあ、所属がなくなるのとちょっと若干違うと思うんですけど、まあ、俗に言うスメハラ問題ですよね。で、僕はこのスメハラ問題とか匂い問題っていうのが、で、匂いハラスメントっていうのがあって、で、結構これの割を受けるのが、まあ、いろんな考えがあるんですけど、まあ、一時期、4月ぐらいに流行りましたかね。プロキャンセル界隈と連結させるのがちょっと考え方の一つかなと思ったりするんですけど、でもそもそも、プロキャンセル界隈でお風呂に入れなくて困ってる人って、昨日一日中こう引きこもって思いましたけど、で僕は引きこもってたというか、外に出なかった時もそうですし、まあ一週間に一回外に出れればいいぐらいとかだから、まあ匂いも気にしなきゃいけないんだろうなというふうに思ってるんですけど、まあ、今回の問題がなんで、契約解除に至ったかとか、まあそういうのあるときに、まあ男性はこうだよねっていう、まあ、考え方の押し付けだと思うんですけど、女性も男側から見たら女性のこの匂い問題っていうのはあるけど、まあ言わないですよ、思ってても。女性が、は最近こう言うみたいな。だそれは自分たちがこんなに努力してるんだから、あなたたちも努力してねってことを言いたいと思ってる、と思うんですよ。でも実は、それが女性が女性らしくあろうっていうことだと思うんですけど、で女性がこうね、例えば匂いが発しないようにとか、清潔を保つとか、まあ髪のケアをするとか、そのに香水とか、そのいろいろな、ややこしいっちゃややこしいんですけど、すごく。そうやって女性らしくいる、夏なのに涼しい顔をして歩いたりするとか、そういうのって女性らしくいるっていうことだと思うんですけど、清潔であると清潔感は違いますからね。女性の場合、今回言ったような清潔であり、しかも清潔感も出しましょうってことだと思うんですよ。結局のところ。で、それをね、男性を押し付けるというか、男性にもしてってことは、自分もこんなに頑張ってんだったら、そっちも頑張ってよっていうのを言いたいんじゃないかなって僕は思ってて。で、それをね、男性側になると、これね、これもこれちょっと問題だと僕は思ってるんで、まあなんでかっていうと、自分がこんだけ、美容というか、女性らしくある。例えば女性だったら、いい匂いをさせるとか、清潔であるとか、周りに不快をさせないとか、まあ、周りからちょっとこの人素敵だなって思わせるとか、まあいろんな要因があると思うんですけど、可愛く見られたいっていうのが、女性の中で特有であると思う。もう男はかっこよく見られたいですけど、めちゃめちゃ手間かかってるんでしょ。で、その手間とお金と時間がかかってるから、それが、睡眠時間が短い、女性は特に睡眠時間が短いから、だからうつ病とかになりやすい、アルコール依存症になりやすいっていう問題になってるっていう形に思ってるんで、それをね、男性に聞く。だから逆ならわかるんですよ。いろんな人はこう匂いを発してるから、まあ、自分たちはもうちょっと楽していいんじゃないだったらまだわかるというか、理解 が広がったんじゃないかなとか思ってるんですよ。それで、なんでかっていうと、それに時間をかけすぎてて、うつ病とかが適応障害になるんだったら、もう極論、その人たちを注意するんじゃなくて、鼻をつまみましょうとか、相手に不快にならない形で、こういう形を取れば、それマスクして二重でマスクするとか、めちゃめちゃ変なこと言いますけど、鼻栓してマスクするとかしたら、匂いを感じませんよ。相手に不快に与えずに、自分も不快感を得ませんよっていうのだったらわかるんですよね。僕は最近この騒音問題にすごく悩まされてて、で、どうしたらいいかな、もううるせえっていうふうに、ね、声を荒げまくってもいいんですけど、でもそれっていろんな人に、まあみんな思っててもですよ、トラブルに巻き込まれる可能性があるから、どうするかって言ったら、今僕がやってるのはノイズキャンセリングですよ。イヤホンつけて、ノイズキャンセリング機能をオンにしたらほとんどの音聞こえなくなるんで、
しかもそれってでかい音を鳴らして聞こえないんじゃなくて、どういうふうになって密閉性を高めてるのかよくわかんないんですけど、静かになるんですよ。うるさい電車の中とか、うるさい会社の中とか、まあ、いろんなうるさい飲食店の中でも、イヤホンをつけてノイズキャンセリング機能をオンにしたら、もうシーンってなるんですよ。みんなうるさくても。みんなうるさいと思ってるかもしれないですけど、自分はうるさくないんですよね。だからその匂いに関しても何かしらあればいいなと思ってるんですよ。結局いろんな理由で、いろんな人っていろんな匂い出すって自分じゃわかんないじゃないですか。その声がうるさいしても。だったら、もうその自分がうるさくないような機能があるノイズキャンセリング機能のアイテムがありますよだったりとか、で、匂いに問題があるんだったら、何かしらを開発して、相手にも不快に思わせずに、自分も匂いにストレスがかからないようなアイテムを紹介して、これすごいですよって。相手にはならないし、こうするし、って。そこら辺のところのね、認識がちょっとずれてるんだろうな。だからそういう認識がずれてる人が、まあ、それは契約解除理由なんでしょうけど、アナウンス読んでても説得力はないよねっていうのは、まあ結構思うんですけどね。でも、おかしいっちゃおかしいんですよ。年収が高い、いいとか、お金をかけれてる人が、まあ一般市民の人の、考え方って、だいたい年収200万ぐらいだと思うんですよ。年収200万ぐらいの人の考えを、たくさんお金を持ってて、まあ、綺麗な方で、いろんなとこってなったら、それは無理でしょって思うんで、もうちょっとね、自分の感覚が一般的な考えとちょっと違うな、みたいな。年収何千万以上稼いでる人こう思ってますよ、っていう風な、感じになるんじゃないですか？ってなるとまた、格差の話だとかいろいろなって問題になるっちゃなるんですけど。まあちょっとね、この話も考えていかないといけないなって思うんで、まあ基本的な全ての答えって全部、無課金おじさんで答えが出ると思うんでね。この人は課金してる人の話なのか、それとも無課金の人に向けて話してるのかっていうのは、まあ、大体のニュース問題とか、不適切問題とかいろんなのって、無課金と思わせて実は課金してたってのに反発してるんじゃないかなっていうのは根源にあるんで、皆さんもね、ぜひ、いろんなことで、テーマで考えてみてください。